缶缶、缶とは金属製の容器である。材料によりブリキ缶、スチール缶、アルミ缶などに分かれる。一般に水分の多い食品を金属缶に詰めた上で密封、加熱、殺菌したものを缶詰という口実の単なる缶入りとは区別される。金属の高い密封性を生かして酸素、水分、菌類などから遮断し、 密封後に加熱殺菌などをすることで、高い保存性が得られる。缶詰には、肉類、コンビーフなど、魚介類、ツナなど、野菜類、水煮、ホールトマトなど、果物、シロップ付け、その他加工食品、サンマのかば焼きなど、油脂類、食用油、ラードなど、調味料、主に業務用の調味料など様々な製品がある。人間用の食品以外にも、犬や猫など、 ペット用の飼料、特にウェットフードを入れたものがある、猫缶など。缶に詰めた飲料、特に一人で一回で飲める程度の少量のものは缶飲料と呼ばれ、中身に応じて缶ジュース、缶コーヒー、缶ビールなどと呼ばれる。乾燥食品などの製品を単に金属缶に詰めて密封したものは缶入りとして、通常は缶詰とは区別される。茶、コーヒー、紅茶。 海苔、菓子、プロテイン、粉ミルクなどによく使われ、普通の蓋による開閉になっている。菓子類では飴、せんべい、クッキー、チョコレートなど贈答用のものも多い。茶や海苔など特に乾燥状態を保ちたい食品を入れる缶には中蓋の付属するものがある。金属缶は食品以外には石油製品、化学薬品などに使われる。スプレー缶は 医薬部外品や殺虫剤などが多い。多くが円柱形であるが、一斗缶のような直方体など様々な形の缶が作られている。食用油、石油製品など液体用の缶では、ネジなどで再び密閉できる継ぎ口がついているものが多い。一斗缶やドラム缶は再使用が可能であり、ジスなどで形や大きさが規格化されている。 再使用不可能でも 250ml 缶や 350ml 缶など事実上の標準となっているサイズもある。中身が空の缶のうち、中身を詰める前の未使用の缶は空間、使用済みの缶は空缶と呼ばれる。缶は本来は缶の音である。缶は日本特有の略字であり、本来はふ,ふう、ほとぎと読む別字で、 酒を入れたりが楽器に使ったりする素焼きの亀を意味した。缶、あるいは略字の缶は本来は水を入れる容器を意味し、水を沸かす容器の意味に広がった。この意味での言葉には、夜かなどがある。現在のような金属容器の意味は、明治期にオランダ語、缶、英語、キャンの音に通じ、かつ円筒形の亀の意から音訳字として本字を当てるようになって生まれた。事態からわかるように、 漢の音は作りにある、漢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 などと同様。これに、漢の文字を当てるのは、戦後国語改革で、東洋漢字から漢が外され、大字として、辺の漢を漢習的に用い、定着したところ、常用漢字として採用されたことによる。しかし、常述のように、漢は、本来別字であり、文字の伝統をあまりに無視したものとして批判さることがある。 同様の文字に、ゲイウー、うとゲー、ゲーの関係などがある。なお、ボイラーのことを機関略して、カンと呼ぶこともある。清士管材など。また、船舶のエンジンも、カンと呼ばれる。これは20世紀半ばくらいまで、船舶の機関は蒸気機関が主流であった名残である。これらの意味では、音読みの顔の他に、訓読みで、釜と読むこともある。 建築物やプラントに設置する金属製のタンクも缶と呼ぶことがあるが、これは密閉、開放を問わない。初期の飲料の缶は、缶切りやピックなどで円形の面に2箇所穴、杉口、空気穴を開け、中の飲み物を注いだ。飲料用の缶は、その後、1970年頃、プルタブと呼ばれる缶切りを必要としない、蓋口をつける箇所に、 切り込みが入っているが発明され、ガラス瓶からの移行が進んだ。初期のプルタブは、現在食品関係で使われる EG オープン缶の小型版で缶から切り口の部分が外れるが、プルタブの散乱が問題になったことから、1980年代から缶から外れないステーオンタブ、ソットが採用された。日本国内においては、 プルタブ式の缶は1990年代初頭、ゴロにはほとんど製造されなくなり、現在その方式を採用している。缶飲料は流通していない。中国では2012年現在も、両方のタイプが売られている。飲料用の缶では、過温性や強度あるいは開封済みを見分けるなどの、機能性を狙って、缶の一部をへこませたり、ダイヤ状の模様をつけたりと、 様々な加工が施されることがある。発売当初は缶そのものが同等容量のガラス瓶より小ぶりであるが、ために減量したのではないかという誤解も存在していた。初期の缶詰は金槌とのみを使って開けていた。缶切りが発明されてからは、これを利用して開封された。食品用の缶詰の場合は、円筒形の缶の円形の面を缶切りで切れ込みを入れてこじ開けた。 その後、缶切りを必要としない e ージーオープンエンドが1990年頃から食品の缶詰にも普及してきている。特に飲食物を収める缶には多彩な形や様々な工夫が見られる。コンビーフや水溶缶などの缶詰が水大系なのは充填時に空気が抜けやすいことと開缶時に中身がきれいに抜けることを狙っている。ふた、胴体。 そこを別々に作って接着剤や溶接でくっつけた缶は3ピース缶、胴体と底を一体成形して蓋だけ後からくっつけた缶は2ピース缶と呼ばれる。蓋や底の接合は初期はハンダでくっつけていたが19世紀末に蓋と銅を重ねて銅の外面へ巻き込み圧着する二重巻き締め法が発明されてからは現在でもこの方法が主に使われている。 飲料の缶では、製造過程において、熱いまま缶に入れられるものについては、スチール缶が用いられる、缶コーヒーなど。これは、冷えると中の圧力が下がり、アルミ缶では強度不足から大気圧によって凹んでしまうためである。このような内圧が低い缶を、陰圧缶という。また、炭酸飲料はその炭酸ガスによって内側から圧力がかかり、へこむ心配がない。 そのため、缶の厚みを薄く、軽くできるアルミ缶が使われる。このような内圧が高い缶を、洋圧缶という。しかし、素材によって決まるわけではなく、スチールの洋圧缶などもある。簡単な見分け方としては、底が丸く凹んだドーム状をしているものは、洋圧缶、平らなものは、陰圧缶と、判断できる。洋圧缶が、ドーム状なのは内圧に耐えるためであり、一体成形と、 なるニッピース缶が多いが、スプレー缶では、通常通り接合されているものがある。東洋製缶は、COO と製造時に使用する、水の大幅な削減のため、タルク管、タク管、東洋アルティメットキャンと呼ぶ缶を製造している。通常、ニッピース缶では、プレス加工時に、潤滑、冷却剤を必要とするが、タルク管は、原料のアルミもしくは鉄に、 PET 樹脂を貼り付けており、これが潤化水の役割をすることで、その洗浄工程を不要としている。その結果、水の使用量及び、その浄化による廃棄物の削減ができた。また、内外面の塗装が不要で、CO 削減につながっている。缶の特徴として、白色の樹脂を使っているため、底面が白い。1996年、平成8年に、 小型ペットボトルの使用規制が解禁され、清涼飲料が 500ml のペットボトルを中心に販売されるようになった。このため、アルミ缶の製造量の伸びが鈍化、減少する傾向があった。これに対して、アルミ缶製造業者、ヤマト製缶は、2000年、平成12年にペットボトルと同系の 500ml のアルミ製ボトル缶を発し、対抗した。 市販されたのは 450ml ビール缶が最初。さらに、スチール製ボトル缶も開発され、コーヒーやお茶の容器として利用されている。ボトル缶のメリットとして、蓋を閉めることができるので、中身を一度に消費する必要がないことと、ペットボトルよりも熱伝導率がよく冷えやすい上、不要時は、ペットボトルのような専用プレス機、プレス針金、ビニールバンド束ねではなく、 金属製品用のプレス機、針金束ねなしでスクラップにできることが挙げられる。ボトル缶は蓋も容器自体と同じ材質であるため、蓋も含めてリサイクル可能であり、缶本体とキャップは分別しない。事実上使い回しができるが、メーカーはあくまで使い切り容器なので、空容器の転用はしないでくださいという注意書きがある。商品もある。 缶飲料は手軽に買いやすいが、空き缶となるため、ゴミの問題が顕著化している。よくあるゴミの問題に、缶の投げ捨て、ポイ捨てが該当する。ポイ捨てによって、町の景観が損なわれること。また、空き缶はリサイクルすることができ、資源の節約にもなることから、自治体やメーカーでは、ポイ捨ての禁止を呼びかけている。実際には、リサイクル率は、 PET ボトルよりも金属缶の方が高い。また、空き缶をタバコの灰皿代わりにする者もいるが、用事などが誤って飲んでしまう事故があり、注意をしなければならない。近年、スポーツコンサート施設やイベント会場では、ゴミ問題や興奮した客が缶を投げ込むといった諸問題を防ぎ、気持ちよくそれらに参加、観覧してもらうようにするため、飲料類、缶、ガラス瓶、 ペットボトルの持参を規制しているところが増えている。特に J リーグでは全てのスタジアム共通で缶、ガラス瓶入り飲料は持ち込み禁止となっており、持参者は入場時に紙コップやプラスチック製タンブラー。近年は環境の配慮の名目でタンブラーを推奨している例が大いに移し替えるように指導している。使用済みの缶は子供でも簡単に入手できるため、缶ケリア、 缶下田などの遊びに使われることがある。使用済みの飲料缶は、缶のデザインや流通数の少ない珍品の缶等をお目当てに、コレクションする、コレクターが存在する。著名なコレクターとしては、元玉でパーカッショニストの石川浩治と、経済アナリストの森永拓郎がいる。コレクションとする際、上部のプルトップ部分を開けると、見栄えが良くなく、かといって中身を入れたままでは、 中身の腐敗はもちろん、サビなど缶にもダメージを与えることがある。そこで、缶の底面に、昔の飲料缶のように2箇所穴を開け、中身を取り出して、缶を洗浄し保存するという手法が用いられることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。